はい、てなわけで今朝9時半ぐらいなんですけども、いつものようにレンタカーを借りてね、コストコに行きたいと思います。約4ヶ月ぶりぐらいなんで、もうとにかく楽しみたい。はい、そんだけで今までで一番過去最高にお買い物したいなと思って超楽しみ。じゃあまずは無事を祈ってください。ちゃんとつけますように。にんにんにん。はい、そんだけで無事にコストコ到着したんで買い物行きたいと思います。今ちょうど10時で開店時間って感じなんで行ってきましょう。お腹もスカスカ。じゃあちょっと待っててください。よいしょ。よいしょ。あ、約1時間ぐらいかけまして無事に買い物終了したんで帰りたいと思います。お腹はスカスカ。またお家で。イエー。はい、ただいまでございます。よっこらしょ。これをよっこらしょして、お腹スカスカすぎるんでココアいただきます。すいません。あー、おいしい。で、無事にお家帰ってこれたんですけど、早速ね買ってきたやつ紹介したいと思います。まずじゃあね、一番大事なサムネ撮影から失礼したいと思うんで、カメラさんもうちょっと下で、もうちょっと上かな。うわ、チキンのいい匂いだ、これ。やば、お腹すいた。早く食べたい。オッケーオッケー。よし。はい、てなんか買い物してる途中からずっとお腹すいてたんだけどさ、これコストコのトラップなんだけど、フードコートエリアみたいなのもあるじゃないですか。あの、ホットドッグ180円で売ってたり、ピザがね、焼きたてで買えたりするんだけど、そこでいつもながらホットドッグ買おうと思ったんだけど、僕の行ってるお店だけなのかもしれないんですけど、そのフードコートエリアだけ、現金しか使えないんだよね。だから今回ちょっと買えなくてさ、もうさらにお腹スカスカの状態なんだけど、なんと今回、過去最高点数、最高シナス20点買ってきまして、お値段がなんとダラララララ番 36,237 円。めちゃめちゃ高くないですか？一人で日用品食品買ってさ、1日で3万円って高くないですか？でも最近もっぱらコストコ買うの Uber Eats だったから、お店に行くのも久々で、なんかもうハロウィンどころかクリスマスシーズンみたいな感じでさ、イルミネーションついてたり、でっかいクマさんとか飾ってあったりしてて楽しかったですね。まあいいや、置いといて、もう今すぐ食べたいんでこれ先に行きたいと思います。はい、僕の大好きお寿司です。寿司ファミリー盛り48貫3698円。いや、安いかな。で、このコストコのお寿司のポイントなんだけど、全体的にでかいんだよね。ネタとかも分厚くていいねって感じです。オープン。いや、お寿司自体さ、ちょうど食べたいなと思ったんで、ご無沙汰遊ばせだ。美しいです。これがイカかな。マグロでしょ、エビでしょ、で、このなんか美味しそうな魚でしょ、で、これタコかな、サーモン、サーモン、これホタテかな、で、卵と巻きと。ちょっとマジでお腹空いてるんで何貫かすいませんいただきます。これ毎回言っちゃうんですけど、僕基本的にコストコ行く時しか車運転しないんだけどさ、毎回めちゃめちゃ疲れちゃうんですよ。でも久々の運転だし、乗り慣れてない車っていうのもあって、めちゃめちゃ疲れちゃうのね。でさ、まあ、久々にコストコ行ったら超楽しいわけじゃないですか。なんかいい加減コストコの近くに引っ越したいなみたいな思っちゃいましたね。じゃあまず卵、失礼します。お腹スカスカの時の卵めちゃめちゃ美味しい。唯一の冷凍品なんで、こちら先に失礼します。いつも買ってる冷凍のブルーベリー 2.27kg 入っていて2398円。私かみしろ毎日ブルーベリー食べてるんだけど、近所のスーパーとかにも冷凍ブルーベリー売ってるんだけど、めっちゃちっちゃいんですよ。ほんと2食分ぐらいしかないから、このまとめ買いできるのはね、めちゃめちゃいいんだよね。結構ね、当たり外れあるんだけど、美味しい時はめちゃめちゃ美味しい。あとこれも早く冷蔵庫しまいたいんで、はい、こちらでございます。低脂肪乳北海道プレミアムローファットミルク。名前がいいよね。北海道ってつくだけでもなんか美味しいもんな。458円。でさ、私かみしろ毎日牛乳と豆乳飲んでるんだけど、最近いろんな牛乳試すようにしてて、ちょっとこちらも失礼します。あー、乳だ。賞味期限が9日後なんで、ちょっと危険かな、もしかしたら危険かな。ちょっともう一個卵いっちゃおう。んー、ババン。おいこつマダガスカルバニラ。こちらは僕のコストコ購入品動画で、ほぼレギュラーみたいな感じなんですけど、半分これのために行ってるみたいなとこあるんですよね。っていうぐらい、めちゃめちゃ美味しい。12パック入ってて、1248円なんで、普通にコンビニでおいこつ買うよりも圧倒的にお安いし、なんと、ケース販売専用みたいな感じなんで、そこら辺じゃ買えない味なんですよね。で、嬉しいのが脂質がゼロで、タンパク質は 10.1。バニラの甘みもしっかりあって、ほとんどスイーツなんだけど、めちゃめちゃヘルシーっていう、最高の最高です。久々にこの分厚いサーモンいっちゃっていいですか。
一気に僕の大好物であるお野菜たち紹介したいと思います。これも毎回買っちゃいます。北海道産の玉ねぎ、なんと5キロ入って998円。なんといってもコストコの良さってさ、全てが大容量だから買いに行く頻度がめちゃめちゃ少なくて済むわけじゃないですか。僕スーパー巡りも趣味なんだけどさ、コストコで買い物しておくとしばらく買わなくていいもんね。これがいいんですよね。僕の大好きエリンギ378円でこの大容量、素晴らしい。ちなみにこれも定期的でコストコのウーバーイーツで買っちゃうぐらい、まあ、結構好きで、同じキノコでこれ、舞茸が4パック入ってまして348円。だから1パックあたり100円もしないんですよね。めちゃめちゃお得です。しかも買いに行く頻度も寿司がまだ生きてるうちにいただきたいと思います。見てこの分厚さ、すごくない？ちょっと伝わんないと思うんだけど、めちゃめちゃでかいのよ。嬉しい。アボカド5玉入って899円。高いか安いかで言ったらそれなりって感じだと思うんだけど、ここに書いてあるんだけど、ペルー産アボカドは他の国のアボカド比べてゆっくり熟します。たくさんあると食べるのにもやっぱ時間かかるじゃないですか。なんだけどゆっくり熟してくれるから、そんな簡単にダメにならないと。僕もともとアボカドめちゃめちゃ苦手だったんですけど、すごい栄養豊富じゃないですか。オメガ脂肪酸みたいなやつがすごい豊富だから、優秀な食材としていただいています。有機小松菜、これもウーバーイーツで買ったことあるんですけど、確か 400g 入ってまして328円。そこまで安いねって感じはしないんだけど、一気にまとめて買えるよねってことでいいね。でこれも定期的に買っちゃいます。キウイでございます。キウイもフルーツの王様みたいな栄養豊富じゃないですか。だし味もさっぱりしてて美味しいよねってことで、食後にいつも食べちゃいます。オーガニックサンゴールド1598円、11玉入ってますでございます。じゃあこの巻物も失礼します。お腹空いてるからさ、すいません、失礼します。よっこらしょと。僕がこの世で一番愛してるリンゴでございます。リンゴもさ、つい2年前ぐらいまでだったら1玉100円で買えてたんですけども、100円じゃ買えない時代になってしまった。一つ一つがめちゃめちゃでかいんですけども、8個入ってて、津軽リンゴ 2.8kg 1298円、1個あたり160円ぐらいで、近所のスーパーと比較してもそんなに値段変わらないんだけど、一つ一つ多分美味しいでしょってことで、ちょっと青森津軽のリンゴをちょっと信用して買ってみました。鹿児島県のピーマン、ちょっといいとこのご飯屋さんとかだとさ、どこどこ県産の何々を使ったほにゃららですみたいな説明いただけたりするじゃないですか。僕そういう知識全然ないから、ふーんそれでぐらいなんだけど、やっぱ出身地とか知った方がより味に深みが出るんでしょうね、きっとね。なんと 500g で399円、安い。ピーマン、お野菜コーナーが終わったんで、ちょっとその他のコーナー行きたいと思います。あっよっこいしょ。これも毎回買っちゃいます。玄米、確か5キロかな。僕白米よりも玄米とか雑穀みたいなプチプチしたお米が好きなんだけど、芯の部分がねしっかりしてていいんだよね。2880円、多分安いよね。わかんない。これは僕の大好きなやつです。よっこらしょ。オキシクリーン、やっぱこれですよね。皆さんめちゃめちゃ使えるんだよね。シミ取りとかお風呂場の掃除も使えるし、コップの茶渋取りとかにもこれ使っちゃってます。2998円。せーの、お僕がいつも買ってるアリエール、重たい。これも一回買っておけば当分買わなくて済む。 1.26kg のやつが6個入って3498円。これも安いでしょうね。しかもこの箱がしっかりしてるから、サムネの土台としても使いやすいってことで、めちゃめちゃ好きです。僕が毎回買ってしまうこちらがベーグルでございます。クランベリーブルーベリーベーグルとシナモンレーズンベーグル、加工日から2日後かな。 6×2 の12個入っててお値段が998円。安いね。値上げしてても安いね。でさ、この間動画で言ったんですけど、 Uber でもよくコストコのベーグル頼んでたんですけど、お店と違ってランダムなんですよね。店員さんがピックして、絶対4種類の味があるはずなのに、プレーンとプレーンで来たことがあったんですよ。マジかよと思って、今回はね思う存分自分の好きな味をチョイスしました。まあでもプレーンはプレーンで美味しかったですけどね。でもちょっとなんか悲しかった。あ、忘れてた、こちらマヌカハニー、なんとこちら1キロ入ってで、3498円。安くないですか？ご飯ですよのサイズでも、一瓶で1000円ぐらいするじゃないですか。これはなんと、1キロで4000円。安すぎます。だいぶ前に買ったことがあって、それがね、もうちょっとでなくなるよってことで、新しく追加しました。というのも、今年の夏に僕めちゃめちゃ体調不良やらかしててさ、で、今もなんかそれがぶり返してるみたいな感じなんですけど、深夜に絶対起きちゃうんですよ。しかもその起き方っていうのが最悪で、悪夢を見て目が覚めるみたいな感じで、しかも動悸もすごいし、呼吸も浅くて、はぁ、あ。
はあ、みたいな感じで目覚めるんですよ。睡眠の質を上げるんだったら蜂蜜がいいよねってことで、寝る前とかに蜂蜜ミルクみたいの飲んでるんですけど、あんまり効果ないっすね。多分ね、それじゃ解決できないところが問題なんでしょうね。みんな気をつけてね、体調。これめちゃめちゃ久々。イエーイ、ロティサリーチキン。めちゃめちゃお腹スカスカの状態でコストコ行っちゃったもんだから、もう至るところでさ、いい匂いしてくるんですよ。気づいたらカートに入れてました。翌日が期限で899円。丸々1匹入ってるみたいな感じだから、結構いい感じ。一番こいつ買ってるでしょっていうのが桜鳥の胸肉。僕普段の食事、鍋みたいなお味噌汁を作って食べ続けてみたいな生活やってるんですけど、そこに入れるお肉が基本的に鶏胸なんですよね。なんとお安い 2.5 キロ入って1498円。安すぎます。最後こちらでございます。バイカラークロワッサン。これも前に動画で1回出したことあるんですけど、めちゃめちゃ美味しかったのね。僕さ、この世で一番ワッサン好きじゃないですか。はー、美味しい。ココア味とタンジェリンっていうなんかオレンジピールみたいなのが入ってるやつなんだけど、 4×2 の8個入ってまして、1380円、2日後が期限って感じですね。 100g あたりのカロリーが408キロカロリーなんで、まあ結構高いと。今日特別クーポンでこれ300円引きされてたんですよ。1080円で買えたのね。で、正直1300円だったら、まあ買わなくてもいいかなと思ったんだけど、まんまと買ってしまいました。逆に皆さんのコストコのおすすめの商品、ぜひぜひコメントでよろしくお願いします。僕もコストコマイスターで、歴も結構長いからさ、もうマンネリ化しちゃってるんですよ。大体買うの一緒だから。じゃあさっきの残ったお寿司、いただきたいと思います。行ってきます。久々のコストコとかめちゃめちゃ楽しいなと思っちゃった。久々にディズニーとかも行きたいなと思っちゃいましたね。ディズニーの餃子ドッグが食べたい。